稚内駅は北海道稚内市中央3丁目にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W80。事務官コードは12万1851。稚内駅の駅番号に不満された数字は JR 北海道管内の駅番号の数字としては最大である。日本国内の最北端にある鉄道駅であり、ホームに列車が到着すると、 自動音声放送、日本最北端の駅、終点はカ内駅到着ですが流れる。以前は窓口で日本最北端の駅、来駅証明書付き記念入場券を発売していた。日本国内最南端の緑の窓口設置駅となる、鹿児島県のイブスキ駅と島井駅提携を結んでいる。駅舎となる、北から道の駅はカ内 バスターミナルと一体の交通結節点になっている。他、売店や飲食店、コンビニエンスストア、観光協会、地域交流センター、映画館、グループホーム、高齢者住宅がある複合施設になっている。また、港アシス、輪っか内を構成する施設になっている。また、1995年9月4日に新名線が廃止されて以降、 最長片道切符の始発駅となっている。氏名より、アイヌ語のやわっかない、冷たい、水の、川、から、1977年の宗谷本線はっかない駅と、周囲約1キロメートル範囲、島式ホーム一面二線で、たくさんの伏線を持つ。北側の防波堤が、かつてのチパク連絡線のターミナルで、先端の駐車場の手前の青い屋根のところに立って、 か内三橋刈町工場があった。当時の岸壁の一部はすでに埋め立てられているが、路盤はまだ残っている。また、か内駅南東の埋め立て地への専用線もすでに撤去され、こちらも路盤が残っている。島式ホームの南端の左付近から倉庫群を挟んで本線の一区画左を走る国道40号の右横に沿う空き地に向けて斜めに残されている路盤は、 1975年頃に現在の位置に切り替わるまで本線が敷かれていた後である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成1922年に開業した稚内駅は現在の南稚内駅であり、1923年5月1日から当時日本の統治下にあった南カラフトの大止まり城に連絡する。 鉄道連絡線、地泊航路の運行が始まった。1924年11月10日に、和稚内連絡待合所が、現在の和稚内駅近くに建設されたが、当時の和稚内駅からは、約2トルの距離を、旅客は徒歩で、貨物は、荷車で連絡していた。なお、当時の地泊航路は、下記は、確実、当記は10日でに往復の運行体制であり、東京から、 カラフトの大泊港までは夜行三泊を要した。1928年12月26日に現在のか内駅であるか内港駅まで鉄道路線が延伸された。開業時の駅舎はか内連絡待合所の建物を改修した上で利用していたと推測されている。ち泊航路への連絡を重要としていたため市街地とは反対側の海側に駅舎があったが、 1938年6月30日に木造平屋建ての駅舎を市街地側に建設した。1936年にはか内港の北防波堤桟橋が竣工し、1937年から防波堤桟橋内への線路延長付設工事が始まり、1938年10月1日から防波堤桟橋内にか内桟橋駅を設置した。 稚内桟橋駅は現存する北防波堤ドーム沿いに線路が敷かれて、ドーム内に旅客ホームがあり、線路を古戦橋で渡った南側に駅舎を設置していた。駅舎はコンクリート造り2階建てで、1階が乗船口や待合室、事務室、貨物保管庫、2階が日本食堂の校内食堂であった。 駅舎南側には連絡船などが着岸する桟橋があり、陸地に近い側から利尻島、礼文島を結ぶ、リレー航路、カラフトの本都町を結ぶ北日本汽船の千都航路、鉄道省の千白航路の順で、離着岸していた。1939年2月1日に、稚内駅を南稚内駅に、稚内港駅を稚内駅に改称した。その後、 チパク航路は1945年8月以降のソ連軍の南カラフト進行開始後もカラフトからの引き上げ車輸送に当たっていたが同年8月24日にか内港に入港した便を最後に運航停止となりか内桟橋駅も実質的に廃止となったまたかつての駅構内にはチパク航路との連絡のほかに貨物扱いで多くの側線を敷設していたが 1984年2月1日に貨物の取扱いが廃止となって旅客専用駅になり徐々に即線の撤去を進めていった。2010年1月31日には2番線が廃止されたことにより単線の駅になった。2011年4月3日には稚内駅前地区第一種市街地再開発事業に伴う稚内駅再開発ビル。 北からに新しい駅舎が開業したは2012年に全面開業した。単式ホーム一線を持つ地上駅。以前は島式ホーム一面二線だったが、2010年1月30日をもって2番線を廃止し、線路や分岐器、出発信号機、場内信号機をすべて撤去し、防線化及び停留所化したも設置していた。これに伴い、 南若内駅から本駅間は一部閉塞となり、2列車以上の進入ができなくなった。また、駅進入時は仮想距離が短いため、全列車時速 15km 以下の速度制限を設けている。改札口からホームへ向かう通路はスロープになっており、バリアフリー化している。社員配置駅。以前は、終日にわたり、駅員が配置され、出冊、 改札業務を行っていたが、現在は泊まり勤務がなくなったため、早朝、夜間は駅員が不在となっている。改札口横に緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、待合室がある。2011年2月に駅名表を新しい仕様に取り替え、同年6月には液晶ディスプレイ式発車表に取り替えた。二千十二年二月からは、 駅自動放送を導入した。2011年4月の現役者開業後、日本最北端線路地点が約100メートル南側に移動し、以前の日本最北端の線路として使用していた車止めトレールは、稚内市が北海道旅客鉄道から寄贈を受けて、モニュメント日本最北端の線路として2012年3月に復元した。また、 かつて駅外から見ることができた最北端の駅、線路を示す看板、標柱は駅舎建て替え時に移設し、ホーム内及び駅舎内待合室などのガラス窓越しに見ることができる。ホーム内の柱には駅名標とともに、枕崎駅、西大線駅、いぶすき駅、鹿児島駅、東京駅、函館駅、札幌駅、旭川駅からの距離を表示している。 特急、サロベツは、稚内駅到着後、南稚内駅へ折り返して車庫に入り夜間、大白を行う。かつては、窒泊連絡船への接続などを考慮した広大な、校内に複雑な配線を施していた。しかし、貨物営業の廃止などにより側線は縮小していき、旅客列車が停車する部分についても防線化が行われ、現在は分岐器がない駅になった。 かつては、優等列車の発着に合わせて、社員一人で調整から販売を行う、三栄商事の駅弁が立ち売りで売られていたが、2004年1月に、その社員が死去したため、それ以後立ち売りは行われなくなった。その後、旭川駅立ち売り紹介参加の、輪っか内駅立ち売り株式会社が発足し、調整及び販売を行っている。 2009年6月30日をもって、名寄駅が駅弁販売を終了したため、稚内駅が、宗谷本線内唯一の駅弁販売駅になった。売られている駅弁は、下記の通り。駅前交差点は、国道40号の終点、国道232号と北海道道106号、稚内手潮線の起点になっている。 輪っか内フェリーターミナル、輪っか内港国際旅客フェリーターミナルまでは、車で約2分、輪っか内福港市場までは、車で約3分、輪っか内市会期100年記念等、北方記念館のある輪っか内公園までは、車で約15分、野シャップ岬までは、車で約15分、輪っか内空港までは、車で約20分、宗谷岬までは、車で 1> 約1時間の距離に位置している。宗谷バスのバスが発着する。路線は当該記事を参照。稚内三橋駅に関するカテゴリー。稚内公駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。